名森は日本の漫画家、イラストレーター。女性、富山県高岡市出身、京都府在住。大学時代は名古屋に住んでいた。血液型は B 型。2006年にコミックブレード正宗にてギロチンの倫理でデビュー。自画像は目口が描かれた白い楕円に4本の線が生えたクラゲのようなキャラクター。小学生時代から漫画家を目指していた。カフェなど。 外で漫画を描くことが多い。名は、高校時代のクラスメートに名を可愛く描く人がいたのが由来で、森に由来は特にないという。以下のようなエピソードから、即筆家として話題になることがある。このような執筆活動の合間にピキシーフ絵も描き、おろしの絵を投稿している。公式でも、漫画名森ゆるゆりスペシャルの表紙で、名森は4人見た 脅威の執筆スピードの秘密が今明らかには多分ならない純粋なアニメ増刊号と煽り文句が書かれたり一人者のゆるゆりオフィシャルサイトの第七巻紹介コーナーでとにかく筆が早いだとか名盛りは4人いるだとかそんなチャチなもんじゃ断じてないこの第七巻と書かれたりしている2018年はアニメ作品のキャラクターデザインを2作並行して 担当していた多忙さゆえ、救済が目立っていた。漫画家藤野もやむは、中学生の頃に短編集や、マインドリームや、ナイトメアチルドレンを買い集めて、以降ずっと大ファン。同人誌を描いたこともあり、漫画家になるきっかけとなった。描かれるお話、キャラクター、セリフ、イラスト、すべてが大好きと語る。漫画家白う裏山は、ゆるゆり連載以前から、 長年アシスタントを務めていた。素人の初連載である縁とゆかりの単行本が出版された時にも出版社の壁を越えて帯のコメントを書いている。サークルエレジーシンドロームとして同人活動を行っておりオリジナルキャラクターによる100号漫画ゆりゆりシリーズを発表している。名盛が画業15周年記念作品展にて使用された垂れ幕原作担当 ありがとうございます。